私はもうかなりデジタル化をしております。なんかそうよね、なんかその私この間びっくりしたのがさ、うん、あの家の中で、うん、あ、アレクサ使ってるんだって。ああ、そうよ。あのこの間あのリエのお家にお邪魔させてもらったんだけど、うんうん、来てくれた。アレクサ、おしゃれなジャズかけてって言って、なんで外の人たちクス笑ってんの？ねえ、私だってジャズぐらいかけるよ。いや、CM でしか見たことないと思って。だって CM で言ってんだもん。言うよ。ジャズかけてくれるもん。しかもさ、滑舌いいからさ、ちゃんと了解しましたって言ってかけてくれるんだよね、おしゃれなジャズを。そうね、アレクサにも届くようにちょうどいい距離感の声を使ってるから、うん、いやすごいよ。いや本当に使いこなしてるね、うん、どこまで滑舌悪くしたら聞き取れるかっていうのはちょっと一回やったことある、うん、あ、そうなんだ。アレクサとかだってあんまね、でもねちょっとね反応してくれるんだけど、うん、罪悪感があってやっぱついね綺麗な滑舌で喋っちゃうよ、ね、優しい、ね、アレクサみたいなすごいすごい投げてくるじゃん、うん、セリフみたいな。すっごいあのちゃんと綺麗だったセリフが置かれていた。よかったです、うん。